こちら新日本空調の微粒子可視化システムを紹介しているブースでございます。何をご紹介しているかといいますと、通常目に見えない粒子を見える化することによって、どういうふうに飛んでるか、どういうふうに流れているかというのを映像化して、収録するというシステムでございます。実際に現在実演をしておりまして、カメラとレーザーセットしてまして、ここに映っている映像をこちらのモニターにリアルタイムで今映し出しています。今だいたい見えている大きさっていうのはだいたい数十ミクロン、30ミクロンとか40ミクロンとかそのぐらいの粒子の大きさであれば容易に見ることができます。実験室レベルでは 0.1 マイクロメートルの粒子を可視化に成功しております。実際実演いろいろやってますので、ぜひ一度こちらの方に足を運んでいただければデモ的に体験していただけますので、よろしくお願いいたします。